はい、ベルベジーの藤原です。9月17日ですね。はい、9月の、新入荷日になります。ですね、もうちょっともう尋常じゃないっていう言い方が一番合ってるかなと思います。さーっとちょっと流してもらって、ちょっと物量が、あのフリースもそうですけどね、物量半端ないです。ちょっとこの辺も。はい、これがあのごく一部の、まあ、ヴィンテージ類ですね。はい、1回も総入れ替えになるので、ちょっとね短めになっちゃいますが YouTube の方で紹介します。はい、まずはチャンピオンですね。はい、こちらもう大人気 AAA の、はい、トリコのエクストラージ、はい、そしてこちらがランタグですね。ランタグのエクストラージ、そしてラバープリントですけど J シートオレンジ色で入っております。これ程度いいですね。はい、こちらがランタグのラージ白ボディで、はい、このタイガーの紫、あ、すみません、オレンジの染み込み、はい、こちらもサイズ感ちょっとね縮んではいますが、はい、そして、はい、こちらアンビルじゃなくて、ヘビーですかねのボディ、おそらくねラージサイズはあると思います。はい、ゴツナイキの4連久しぶりですね、このベージュでも。はい、ナイキも最近なかなか出なくなったんじゃないでしょうか。はい、続いてオレンジスウォッシュの、はい、エクストラージの七分丈ですね。これもゴツナイキ、はい、これももう定番ですね。はい、そしてこちらボディが、はい、100% M サイズです。白ボディ、そして UCLA、はい、そして大学のねキャラクターマスコットがプリントされてます。ちょっと M サイズね若干小さいかもしれませんが、これもいいプリントです。ちょっとねナイキをずれちゃいました。こちらもオレンジスウォッシュのミディアムサイズ、こちらナイロンです。ナイロンのネイビーに、はい、ゴツナイキ M サイズなのでちょっと細めですが、はい、80年代ですかね、あ、オレンジスウォッシュセブンティーですかね。はい、続いてのチャンピオンランナーズタグ、ちょっとサイズ M サイズ、はい、USFA 染み込み、そして上にもねこういうワッペンでついてます。リンガー T シャツ、はい、チャンピオンスヌーピーと、こちらがリバーシブル T シャツの染み込み3段、これめちゃめちゃいいプリントですね。はい、タグがこちらでランタグですが、サイズが一応ねミディアムとギリギリ読めます。はい、このプリントめちゃめちゃいいですね。こちらバータグのラージのスヌーピー染み込みになります。はい、続いてもチャンピオンのトリコ、はい、ナイトスナーバルアカデミーですね。このネイビーもね最近あまり見ないですね。これも少し色がね抜けてますがフェード感いいんじゃないでしょうか。そして赤の、はい、ランタグ、ここがランタグ多いです。そしてラージ赤の、はい、この色のフェード感ねいいですね。はい、僕もちょっと黒のフェード着てますけど、この赤のフェード感もいいと思います。63番、はい、みんな大好きインディアンヘッド、こちらランタグのサイズ40です。赤で染み込みのプリント、まあね、ボディちょっとねリペアが何箇所か入ってます。後ろもねちょっとダメージをリペアされてますが、まあ、プリントがね最高にいいかと思います。ちょっとね単品でめちゃめちゃいいシャツです。こちらタウンクラフト、はい、ラージサイズ、そしてプルオーバー、そしてこちらが、インディアンですかねのプリント、これ黒ベースでラージサイズ、僕ちょっとね小さいかなと思ったんですね。僕はこれはめちゃめちゃ大人っぽくてかっこいいです。はい、ネルシャツマンサイズと、こちらがシアーズ、こちらパイルのネルです、はい、こちらは普通の鉄板のマチ付きのネルです。最近ねマチ付きネルもね少なくなってきたんで、はい、黒ベースに緑いいんじゃないでしょうか。はい、続いてレイヨンシャツです。はい、こちらもどちらもボックスの程度いいですね。色目はどちらもねちょっとダークな色目ですけれども、はい、これもね状態非常にいいと思います。こちらが、はい、サイズ M サイズ、そしてこちらがタウンクラフトで L サイズになります。
はい、続いてリーバイスの、はい、これは古いんですね、実は。はい、ロデオシャツになります。そしてサテンですけども、まあ、なかなかね、この綺麗な状態ないと思います。うん、ちょっとね、派手ですが、いいんじゃないでしょうか。はい、続いて US ネイビーのシャンブレシャツ。はい、ちょっとこのペンキのね、雰囲気抜群にいいと思います。はい。どちらもサイズはね、15から15ハーフぐらいのサイズ感。続いてボックスハイドと、こちらもサイドペニーズですね、ペニーズシャンブレー、はい、どちらもフィフティーズぐらいのシャンブレーだと思いますね。はい、状態いいです。最近ね、綺麗なシャンブレーもなかなか出なくなりましたね。状態バキバキです。続いてビッグヤングの黒シャン、はい、ひし形ボタンのサイズが15ぐらいですかね、ちょっと僕は細いですけれども、こちらも状態いいと思います。はい、そしてデニムファミリー、はい、スナップボタン、これ僕もね大好きなんですけど、このリベットのボタン、シルバーの、これなかなかないです。ちょっとね、着丈をね、上げられてしまってるかなと、気持ち短いんですけれども、はい、雰囲気はいいと思います。うん、デニムシャツです。はい、久しぶりに見ましたね、これはバキバキです。しかも、はい、ナイロンのこの、70656というナイロン素材です。そしてサイズ、ラージサイズ。僕が欲しいやつですね。バキバキです。しかもネイビーにこのオレンジステッチ。これはなかなか出ないです。はい、そして構図のピンク、サーモンピンクですね。サイズ42。全体的に色がフェードしてます。はい、ただ42あるので、はい、秋口ね、ちょうどいいんじゃないでしょうか。はい、そして久しぶりです。リーバイスのショートホーンのコーディロイ、しかもボアです。はい、もちろんね、プリントのビッグイン。はい、こちらね、サイズが40ぐらいだと思います、うん。これからの時期ね、冬に向けて、こういった裏もね、ボアタイプ。しかもこれね、少し柔らかいボアなので、着やすいです。水色もね、可愛いんじゃないでしょうか。はい、続いて、スタジャンですけれども、はい、どちらもミリタリーです。はい、こちらがね、キングスポイント。はい、そしてこちら、H で、後ろが、はい、後ろにフェルトがついております。袖、レザーのタイプのスタジャン。はい、こっちはね、サイズ大きいですね。サイズ表記が42です。はい、そして、キングスポイントは、はい、こちらサイズがね、はい、38ぐらいでしょうか。はい、キングスポイントのスタジャンです。はい、ユーティリティジャケットですけど、程度いいですね。バキバキです。はい、サイズ表記は38になりますね。はい、これがもう本当、程度めっちゃいいですね。38。どうしてもね、色がね、フェードしているのが多いので、はい、これから秋口にかけていいんじゃないでしょうか。はい、続いてファティーグですけれども、はい、ラージロング、ちょっと長めですが、はい、ノンリップ。はい、セカンドタイプですね。これも、まあ、色はね、焦ってますけど、はい、ロングタイプになるでしょうか。はい、続いてが、バッティングのファーストになります。はい、まあ、ワッペンもついてますし、サイズ表記はね、ちょっと読めなくなってますが、おそらく、まあ、スモールですね、これは。スモールサイズ。ただね、状態は、焼けは若干あるんですけど、程度いいと思います。ワッペン付きの、ファティーグのファースト。はい。6号で USMC。はい。ファーストタイプですね。はい、こちらもファーストタイプ。M サイズと S サイズになります。はい、こちらが6号のデッドですね。はい。ラージレギュラー。シルバージッパーのほぼデッドになります。すごいな。ちょっと汚れはありますけどね。パキパキです。ミリタリー続きですが、ちょっとヘビーアウターですけども、A2 のデッキ。はい、サイズがミディアムサイズ。はい、若干ね、色あせ感あるんですが、胸のステンシル USM と、はい、雰囲気系ですが、後ろもステンシル入ってます。M サイズなんで、自分はちょっとね、ジャストサイズかな。はい、程度が雰囲気です。はい、MA1 のラージサイズですね。はい、ちょっとね、リブ部分が
ダメージがあるんですが、プライス的にはお得です。レベル1。はい。デッキジャケット4枚入ってます。で、あとプラス2枚入ってますが、まあ、そっちちょっとね、ジッパー壊れたりとか。はい、こちらは状態いいと思います。サイズが40と、こちらが36です。続いても N1 が2着。ちょっとこの飲み方、まあ、少しね、汚れ等があるんですが雰囲気いいと思います、はい、こちらが38、そして40のデッキ。ちょっとね、汚れ雰囲気系ですけれども、はい、まあ今年の冬もね、デッキ N1 デッキいいんじゃないでしょうか。はい、続いてこれね、僕もね、も大好きで持ってます、はい、まあ、ヘリンボンの3つポケのタイプですね。 US ネイビーの月桂樹ボタンです、黒の。はい、サイズが38ぐらいですかね。自分がジャストサイズぐらいというサイズ感です。少し焼けはありますが、サイズ感、そしてダブルステッチですね。エリアバッチリだと思います。さあ、久しぶりに見ましたね、はい、US マリンコープの、はい、斜め2ポケです。はい、この形がファーストで一番出ないと思いますね。はい、程度的にも、まあ、ちょっと全体的に、ね、こう焼け感があるんですが、雰囲気めちゃめちゃいいです。そしてサイズもね、38から40ぐらい、うん、雰囲気抜群にいいんじゃないでしょうか、はい、フロントはスナップボタンですね。ちょっとサビは出てますが、はい、全然切れる状態です。もう2ポケは出ないですね。はい、今回、インスタグラムでもね、見ましたけど、US コーストガードの、はい、こちら、はい、コートになりますが、プリントタグですね。そして黒。サイズも、これは40ぐらいでしょうかね。僕がジャスちょうどいいサイズなんです。これめちゃめちゃかっこいいと思います。僕が着ても、バランスよく着れる。ブラックですね。状態も非常にいいと思います。こちらがまた、よいしょ。スタジャンですけれども、よいしょ、すみません。ウィルソンですね。ウィルソンの38。はい。こちらもミリタリープリントですね。はい、こちらが今度、ボタスタです。はい。N の、ワッペン付きで、黒のボタスタ。これもね、状態いいと思います。ボタンのスタジャン、ボタスタもね、最近ほんと見なくなったと思いますね。はい。ウールで、しかも黒ボディ。はい、こちら、サーティーズのウールのテイラードですね。はい、まあ、このね、エンジのパイピング、非常に可愛いと思います。こちら、2936ワッペンと、サイズ感もね、こちら、38ぐらいですかね。僕は着てジャストぐらいな、はい、こういう古いテイラードも最近ね、状態のが 見なくなりました。続いて、フィルソンの、はい、サーティーズですね。ちょっとね、タグが若干擦れてしまってますが、はい、この緑の、またこれも少し焼けがありますが、これ状態いいと思いますね。しかもサイズがね、40ぐらいなので、僕がちょうどいいサイズなんです。はい、久しぶりですね。はい、大人の男性ぜひ。そしてこちら、ちょっと重たいんで申し訳ない。はい、クラウンジップがついたコンフィですね。はい、バネクラです。シルバーのこのバネクラ、めちゃめちゃいいですね。はい、サイズ、ラージサイズのダウンになります。ちょっとこのミリタリーっぽくてね、非常にかっこいいんじゃないでしょうか。はい、続いて、ホロカントリーのスウェードジャケットですね。サイズ、M サイズなんですけど、結構大きめです、作り。はい、僕が着てちょっとゆったりするサイズ感。ただこのグリーンのね、スウェードも大人っぽくていいんじゃないでしょうか。なるべく、ホロカントリーです。はい、続いて、パタゴニアも盛りだくさんです。はい、レトロ X のベストがこちら、まあ、グリーンですね、はい、程度かなりいいです。パッチポケの、はい、レトロ X ベスト、はい、こちら90年代のナチュラルですね。サイズラージサイズ、はい、ラージが僕はちょうどいいサイズなんですね、うん、90年代ならではのね、もうちょっとディティールもいいと思います。はい、続いてパッチポケのレトロ X の XL、そしてブラックになります。まあ、黒はね、相変わらず大人気ですし、これ状態が非常にいいです。XL ボディです。はい、久しぶりですね。ベビーレトロですかね。フェザーグレー。
はい、こちらが、ラージサイズ、そしてシーグリーンだったかな、はい、こちらもラージサイズ、そして僕も探してるんですけどね、これフレンチレッド M サイズになります。フレンチレッドね、いい色ですね、はい、はい、この辺のレトロカーディガンも90年代のが入っております。はい、続いてチンチラのフリースですけど、久しぶりです。ラージサイズの亀です。そして黒ボディ、しかもね、状態がかなり綺麗です。柄も90年代のね、こういう柄のチンチラ、こちらハーフジップの M サイズ、はい、どちらもね、いい柄ですね、はい、はい、こちらチンチラグリセードのサーモンピンク、サイズがこっちかこっちか、はい、S サイズですね。シンチャークルセンターがここについております。はい、ただね、こうサーモンピンクはあんまり見ないですね。女性なんかも可愛いと思います。はい、こちらはグリセードフルジップの柄物です。はい、サイズ M サイズですね、こちらは。グリセードはここについてます。はい、M サイズ。まあ、これもね、ちょっとフリースは若干使用感はありますけど、これもね、いい柄です。そしてタッチポケのまたレトロ X、 すいません、フリースが、ね、いっぱいあるので、はい、こちらも状態いいですし、このチャコールグレー人気ですね。はい、こちらが90年代オールドのレトロ X、はい、このタッチポケといいますか、ポケット部分ね、この古いディティール、はい、この頃のレトロ X もね、大人気です。ナチュラルとネイビー、続いてもグリセードのハーフジップ柄物です。こちらも90年代ですね、はい、このね、ちょっと焦げ茶のベース、プルオーバーなのでね、はい、状態はいいと思います。そしてこれは大人気でしたね、エッグプラント、はい、もうエッグプラントとフェザーグレー、やっぱりこう一番人気。そしてこちらはラージサイズになります。はい、エッグプラント、ちょっとね、これフリースもでもまだまだ着れる状態です。L サイズもなかなか出ないと思います。はい、大人気リズムフーディーですね。リズムフーディーの S サイズ、はい、意外とリズムフーディーはサイズでかいです。 S サイズでも僕着れちゃいます。僕はジャストサイズぐらいですね。しかもネイビー、はい、デニムと合いますね、これいいな、はい、あ、これも久しぶりですね、ナイロンですけれども、はい、インファーノネイビーボディの XS になります。まあ、今オーバーサイズ流行ってますけどね、パタゴニアといえば XS から先になくなるという、ね、はい、ナイロンの状態、フリースの状態もいいと思います。続いてオルテガのベストですけれども、はい、ベージュのサイズ44になります。はい、コンチョもね、綺麗に残ってますし、44サイズ、まあ、大きくて後ろも可愛いですね。はい、続いて久しぶりのロッキーマウンテンです。しかもこの色ね、珍しいと思います。水色、まあ、ターコイズブルーって言い方ですかね、焦げ茶とベージュ、こちらが44でこちらが42になります。僕もね、最近44実は、密かに集めております。ロッキーマウンテン、やっぱりね、いいブランドですね。状態ね、ちょっとナイロンとかこれ実は洗うと綺麗になります。久しぶりです、オールレザーですね。オールレザーのボア、そしてサイズが44です。これめちゃめちゃ欲しいんですけど、はい、少しね、若干レザー部分焼けはあるんですけども、やっぱオールレザー、まあ少しね、レザー重いんですが、状態、革の状態は非常にいいと思います。バッキバキの44です。はい、続いてバワーダンのスカイライナーですね、はい、サイズが42です。はい、大人の方が大好きなバワダウン、ナイロンの状態はいいと思います。はい、42なので僕はちょうどよく着るサイズ感、はい、お探しの男性おじさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。はい、久しぶりにベトジャンですね。ブラックのベトジャンですが、はい、でかいです、はい、このサイズはなかなか出ないですね。はい、僕が着ても結構ダボっと着れるサイズ感、下のリブがね、ちょっとキュッとなってますが、はい、状態もいいと思いますし、このビッグサイズはなかなかないと思います。はい、
久しぶりです。はい。最近ガンをね、いっぱい出したんですけど、このブラックはなかったです。はい。一番人気じゃないですかね。僕も持ってます。ローレンの L サイズ。はい。黒のこうクロスですね。はい。状態もいいと思いますし、L サイズ、僕がちょっとゆったり着れるサイズなんです。はい。僕はちなみに M を持ってます。これだけはね、なんかやっぱりブラック着るなっていう状態もいいと思います。はい、今月はね、結構ヴィンテージスウェットも相当入ってます。はい、ちょっと半袖ですけれども、黒ボディ、黒の、これはでかいですね。ラージぐらいはあると思います。そしてチャンピオンの、はい、叩きのナイロンの、はい、ジップパーカーですね。後ろにもプリント入っております。そして、はい、カラーフロッキー、緑と、はい、これちょっとちっちゃいんですけど、このデビルの、はい、ブラックです。そしてこちら珍しいですね。しかもでかいです。黒のちょっとカラフロッキー若干剥げてますけど、ただこれ XL 以上ありますね。でかいです。はい、こういったプリント前 V、はい、無地の前 V も入ってます。そして黒の無地、あ、こちらね、後ろステンシル入ってます。いいですね。はい、こちらも、はい、カーキのプリント、これはランタグですね。ランタグのラージ、はい、そして前 V のオハイオ、はい、わ、このプリントめちゃめちゃいいですね。はい、ああ、言ってた。スプルースのラージサイズ。はい、このプリントめちゃめちゃいいんじゃないですかね。バキバキです。はい、そしてステンシル。はい、ちょっとタグはね、変装してますが、ステンシルの、はい、こちら両面ですね。うん。便製もいっぱい入っております。続いてもハーフジップですね。こちらハーフジップの、はい、ランタグ。はい、こちらラージサイズ、ハーフジップ。まあ、またインディアンヘッドでいいですね。はい、こちらもランタグのハーフジップ、はい、こちらがハーフジップの白なんですけど、これでかいです。そしてこれ、ね、バックプリントのこの目ですね。このプリントいいですね。はい、あとこれからの時期に、はい、グレーのパーカーですけれども、これもねでかいです。状態もいいですね。これ紐もついてますし、はい、G ジャンの下なんかにねちょうどいいです。こちらネイビーボディで、はい、いいですね。ピルグリムのスポーツウェア、ラージサイズ。そして赤のツーフェイスですけど、フェードしたタイプと、はい、こちらもネイビー、はい、裏サーマル付きですけど、これもでかいです。はい、バキバキです。そして久しぶりですね、これね、僕も持ってるんですけど、アコム、はい、ラージサ、あ、エクストララージ、一応ね20の18とかで一瞬ボーイズかと思うんですけど、このサイズ感見てください。全然でかいです。僕でもジャストで切れちゃうぐらいのサイズ感。はい、このナスコン、そして、ね、このアコムのね、フードがね、こうちょっと広いので、ね、かっこいいですね。はい。そして今回ツーフェイスパーカーですね。あ、ツーフェイスのツートンパーカー。しかもでかいです。はい。こちらがツーフェイスですけど、裏がねこのサーマルタイプ。はい。このツートンももう鉄板ですが。なかなかね、後付けではないんですけど、こうツートンも、ね、本当出ないですし、しかもサイズがでかいです。あのリバースイブもね、今月超やばいです。はい、こちら黒のパーカー、ちょっと簡単に説明していきます。黒のパーカーで刺繍の XL です。はい、続いてターコイズブルー、はい、目付きですけども、こちら刺繍のラージ、はい。こちらはポケ付きです。ポケ付きの黒。こちらエクストラージ、はい、そして最近大人気じゃないですかね、ダートマス刺繍のラージサイズ。そしてバックプリントに D と入ってます。はい、こちらのプリントもねいいですね。胸フロントねこうあると、後ろバックプリント入ってると多いと思います。しかもプリントがめちゃめちゃいい。そしてこれもめちゃくちゃいいですね。刺繍のラージサイズ、サーモンピンクです。はい、これはバキバキですね。しかもこれかわいいですね。はい、こちらも刺繍のミディアムサイズ、こちらもバックプリントですね、ウィリアムズ。はい、そして大人気プリンストン、こちらはダブル XL になります。これもバックプリント、ラバープリントです。はい、そしていいですね、ちょっとねシミがあるんですが、イエール95刺繍のラージサイズ、これはバックプリントはないです。はい、そしてこれは今回僕一番じゃないかな、
PM と入ってますが、トリコのラージ。そしてこれ実はね、僕もこのプリント持ってるんですね。バックプリント、はい、しかもトリコのラージ僕のサイズです。これめちゃくちゃ欲しいですね。これはいいな。今回僕の中でナンバーワンです。そしてこのままいきましょう。はい、このカラーリング見てください。ちょっとね、机の上でピンク、オレンジ、黄色、水色、このグレーもいいですね、はい、この色珍しいんじゃないでしょうか。そしてよいしょ、パーカー染み込み、パーカー染み込み、このラバープリントいいですね。オレンジパーカーです。はい、赤のオハイオパーカー、はい、こちらはクルーネックですけどプリントいいですね。これはトリコの、あ、単色だ、単色ラージです。はい、これもめちゃめちゃいいですね。このネイビーは色が深いです。はい、単色の M サイズ、これすごいな。ネイビーでしかもエンジのラバーですね。はい、あ、いいですね。大人気 NYAC ウィングフット、はい、支柱のラージサイズ。そして最後は刺繍のミディアムサイズですけど、オハイオで目付きです。はい、これ可愛いですね。ちょっとね、大量なのでこういう説明になっちゃいますが、リバースウィーブ、はい、これ以外にもまたまた大量に入っております。またまたリバースがありました、すいません。はい、トリコのねラージですけど、このナスコン、そしてウィングフット、はい、ラージサイズ、そしてもう言える出てきちゃいました、すいません。刺繍のミディアムサイズのネイビー、そしてね、いい感じのひび割れラバーです。はい、こちらトリコのラージで2フェイスですね。2フェイスのポケ付き、はい、これねめちゃめちゃ良かったですね。今回いいな。ミディアムサイズのトリコ染み込みで、そしてバックプリントにピットと染み込みです。はい、そして緑、赤単色の M サイズ、緑の、まあ、ちょっとねこの狼の、はい、プリントですけれども、ちょっとここのね、ホールがダメージがあるぐらいです。はい、続いてがこれもいいですね、はい、青単色のラージ、無地になります。微妙にねリブ2トンかな、これもバキバキですね。はい、そしてこちらポリスアカデミーの、はい、単色のスモールサイズですけども、はい、まあ一応女性なんかもね、細い男性着れるんじゃないでしょうか。はい、そしてきた刺繍のエクストララージ、 USFA のリフレクターの XL です。そして状態いいですね。ちょっとね袖口若干のシミはあるんですが、実は生地がねバキバキなんです。はい、めちゃめちゃ状態いいです。はい、最後にちょっとこれは僕もね初見です、刺繍のエクストララージ、はい、このナス、これもね、今ナスコンって言ってたんですけどね、インディアンヘッド、ロングビーチ、ラバープリントがめちゃめちゃいいですね。はい、パーカー XL になります。すいません、またちょっと雑な説明かもしれませんが、70505ビッグイになります。はい、こちら今積んでるのは全部ビッグイです。濃いです。濃いです。濃いです。これもね、色いいですね。はい。さっきここがよいしょ、あ、44もあります。これも色いいですね、非常に。はい、今回も70505ビッグイ、かなりの量あります。70505もねいっぱい入ってるんですが、こちら、はい、559サイズ42です。はい、これもね、状態かなり綺麗ですね。そして557、はい、36のマッコンです。これもね着れる方、今大きいのは流行ってますけど、ジャストで着たい方はこのぐらいでもいいんじゃないでしょうか。マッコン、はい、今回ねリーも多いです。リーの 101J42、はい、そして赤タグ38、これめちゃめちゃいい色ですね。はい、こちらボーイズです。ボーイズのこの色落ちめちゃめちゃいいですね。ボーイズなんでオンスがね軽いやつです。はい、続いて、あ、久しぶりですね、赤タグの三角、サイズが40、はい、これもマッコンコです。
リーのね、この赤タグの年代の頃ね、非常に色いいですね。はい、そして、ああ、いいですね。ラングラン。はい、こちらは 11MJZ かな。サイズ40、ブルーベル付きです。こちらもワンウォッシュじゃないでしょうか。はい、40、これバキバキですね、これ。はい、ストームライダーも入ってます。ちょっとこれね、ピンクに染まってますが。はい、あとこちらも、あ、これ濃いですね。11J44 のロング。まあ、MR 入ってますが、44ロング。これも出ないですね。はい。続いて、こちらね、タグは欠損してるんですけど、50年代。あの、ライナーがブルーが入ってるのはね、50年代です。なので、赤タグとかと同じ年代っていうと、色がね、めちゃめちゃいいです。はい。続いて、まあ、セカンド1枚入ってます。こちら。うん、脇はね、1本なので、サイズ40縮みじゃないでしょうか。うん。色落ちもね、非常にいいと思います。そして、ここ抜けてないので、レザーパッチですね。はい。セカンドの40縮み。ロング丈バージョンも入っております。リーバイスのボア。はい。サイズ44の、はい。こちらロングバージョンですけど、これもうインディコ、めちゃめちゃいい色です。はい。そしてカバーオール。はい。こちらはまあそんな古くないですかね。38のサイズで、はい。色はね、全体的に落ちてますが、サイズ感良さそうです。そして、カーターズのワンウォッシュ。ブランケット付きですね。はい。ウォッチザウェアと入った4ポケタイプのスナップボタン。はい。続いて、こちらもね、カーターズ。カーターズのポケットがね、大きくて可愛いと思います。サイズがこちらもね、38ぐらい。はい。そして、D の 91J の40です。こちら刺繍で、こちらプリントタグなのでね、60年代は終わりでしょうか。まあ、40のサイズで、かなりね、ワッペンも入ってて可愛いです。はい、そして、よし、今回、これはいいと思います。はい、リーの 98J です。はい、プリントのね、タグが消えてしまってるんですが、はい、トリプルステッチ。はい、ボタンは5つなんですけれども、デカボタン使ってます。40sですね。ただ、胸のこのスナップボタン見てください。こちらユニオンメイドバイイーのスナップボタンなので、まあ対戦過渡期とかでしょうかね。この下の部分に少しリペアは入ってるんですが、しかもサイズが38。はい。38のヒッコリ。デカボタン最近ほんと見ないですね。もう量がね、腎臓じゃないので、はい。デニム類。こちら辺、この辺がビッグイになります。ビッグイと66。はい。ダブル X。ちょっと雑で申し訳ないです。はい。こちらが、66前期。いい色ですね。いい色です。はい。これも、66前期。これもいいですね。517のシングルステッチ。はい。色いいです。そして、デニム以外にも、はい、ちょっとね、これ面白いですね。はい、今回ね、つなぎオーバーオールが結構入ってます。これがカーハート。はい、カーハートのヘリンボーン。そしてサイズ50かな。はい、ほぼデッドです。これつなぎとかね。カーハートのオーバーオール系。はい、結構入っております。あとね、すみません、ミリタリーの51ですね。51のデッド。はい、かなりいろんなものが入っております。ちょっとこういうね、すみません、リーバイスのデニムのトートバッグも入ってます。はい、うちの方のね、ブログの方でも写真はアップさせていただきますので、はい、こちら、いいですね。はい、フォアモストのバックルバックになります。しかもね、サイズがね、日給です。まあ、もともとのパッチ表記はおそらく3030じゃないでしょうかね。逆に小さいのはあんまり出ないですよね。はい。細身の男性で、バックルバック。はい。JC ペニーのフォアモスですね。アーケードもちゃんと入っております。色落ちもめちゃめちゃいいです。バックルバック。そして今回、こちらですね。1946年モデルです。はい。ちょっとね、赤タブが欠損してるんですけれども、はい。501WX、片面、
46モデルで、実寸が、3232です、はい、マッコンですね、はい、そして、はい、細身の男性ぜひおすすめです。はい、503BWX です。ただ S503BWX、はい、対戦時期は B が、前につくのかな。 S503WXB かもしれません、すいません、はい、レザーパッチは取れてます。赤手部分でちょっと欠損してしまってるんですが、アーキュエイトペンキで、ペンキはちょっと消えてます。はい、トップボタンが月桂樹ボタン、コインリベットはもちろんついてません。そして下が2つなので 503B なんですが、ポイントは今回こちらデニムポケットです。僕が一番大好きなデニムポケットですね。このスレキが、これはポイント高いですね。この耳付きです。はい、実寸がですね、ニッパチ31です。ちょっと細身の男性の方、入る方はね、ぜひ。今回の僕の中で一番スペシャルをご紹介します。すいません、ショーツです。はい、ただ 501WX のバックルバックのショーツになります。ウエストがね、30から、まあ、31インチぐらいあります。おそらくパッチ容器は32だったんじゃないかなと。こちらがポイントが高いあるんですが、はい、隠しリベット見てください。こちら対戦と同じリベットを使っております。そしてバックルバックの金具錆びておりますが、これおそらく黒ですね。ということは1942年モデル、生地は対戦と同じバックルバックになります。はい、スペシャルです。これを履ける男性、ウエストね、30から31インチあります。これは僕が欲しかったですけど、僕はちょっと小さくて入りません。これはスペシャルです、今回は。はい、明日ですね、17日は13時オープンになります。ちょっとね、並びの方も多くなるかもしれませんが、たくさんのね、ご来店お待ちしております。